ドゥストレイ・ロマン・ムルデルは、オランダ・ユトレヒト州出身のサッカー選手。キュラソー代表。ポジションは DF あるいは MF。ユトレヒト州バールに生まれ、VV アイセルメール・ホヘルス、FC ユトレヒトの下部組織に在籍した後、2000年に、フェーノールトの下部組織に移籍。2004年には、フェーノールトのサテライトチームであった、SBV エクセルシオールに、レンタル移籍し、プロ選手となった。 2004から0後シーズンにエールステディビジ所属のエクセルシオールに加入し、選手デビュー。翌シーズンまでの在籍で46試合4得点の結果を残した。2006年に RKC、バールバイクに移籍。5シーズンの在籍で、右サイドの守備に欠かせない選手に成長。カップ戦も合わせて150試合以上に出場した。2009から10シーズンに契約が切れて退団。 2010年6月30日、ブルガリアプロサッカーリーグの PFC レフスキソフィアに加入。翌日の FC メタリスト、ハルキウとの非公式試合で初出場するも、この時にはまだ契約は締結されておらず、2年契約が決まったのは7月2日のことであった。公式戦初出場となったのは、UEFA ヨーロッパリーグ2010から11予選の弾道 FC 戦で、 この試合はアウェーながら2から0の勝利となった。2011年12月8日に契約を1年延長の形で更新。これによって2013年までの契約となった。ブルガリアリーグ初得点となったのは2012年8月25日の PFC モンタナ戦で、この試合は2から0の勝利に終わった。2013年1月には再び契約の更新をすることが報じられ、 15日に新たに2年契約を締結したことが発表された。2012から13シーズンはリーグで2得点、カップで3得点と得点面でも好調であった。2013年夏には一時的に放出されたものの、1ヶ月後にトップチームに復帰した。同年12月のブルガリアカップ準決勝、PFCX カソフィア戦では、PK 戦で最後のキッカーを務め、 チームの勝利に貢献した。2014年6月初めに、クラブの新たなスポーツディレクターが彼に放出を告げた、ことで、4年にわたる在籍に終止符が打たれることとなった。なお、レフスキ・ソフィアでの最終試合となったのは5月24日に、行われたレフスキ・ソフィア創立100周年記念の、親善試合、SS ラチオ戦で、この試合で彼は、エリン・トプザコフと交代した。 2014年7月に1年に延長付きの1年契約で、キプロスのアポロンディマソールに加入。8月21日の UEFA ヨーロッパリーグ2014から15の FC ロコモティフモスクワ戦で70分に、マリオス、スティリアヌに変えて投入され初出場。試合は1から1のドローに終わった。2015年夏にエールステディビジノナックブレダに加入。 1>, 1シーズンの在籍で放出となった。オランダ u マイナス21代表への選抜経験がある。2008年にはオランダ両アンティル代表に招集されたが、オランダ u マイナス21代表として出場した後21歳までに国籍変更をしなかったために、当時22歳の彼に対して国際サッカー連盟がこの招集を認めず、 オランダ領アンティル代表としての出場はならなかった。なおその後、翌2009年に国籍条項が変更され、この条項は廃止された。その後オランダ領アンティルが分解したため、彼のオランダ領アンティル席はキュラソー席になった。キュラソー代表としての初出場は2015年3月28日の2018、FIFA ワールドカップ北、中米カリブ海一時予選。 モントセラと代表戦であった。その後、キュラソー代表が大会初出場となった2017コンタカーフ、ゴールドカップに出場し、グループステージ全試合に出場したが、キュラソー代表は無得点の全敗で敗退となった。ありがとうございます。